前回の放送であります、よく行ったなみたいなところが。あーでもそこのもう閉まっちゃったんですけど、はい、縄手ベーカリーずっと行ってました。あ、閉まっちゃったんですか。最近、去年で閉店しちゃったみたいな。なるほど、なるほど。パンが美味しかった美味しかったです。なるほど。そう、縄手ベーカリーは惜しまれながらも昨年末に閉店してしまいました。縄手ベーカリーは昭和45年に創業し、たくさんの方に愛されたパン屋さんです。定番の菓子パン、学生やサラリーマンに嬉しい惣菜パン、さまざまなパンが早朝からお店に並びました。中でも人気だったのはこのボインパン。およそ半世紀の間、市場縄手のソウルフードとして定着した縄手ベーカリーはなぜ閉店することにしたのでしょうか。閉店から5ヶ月、店主さんが今何を感じられているのか直接お伺いしたいと思います。マーケティング官が市民の声を聞いて、業務時間外に社会課題解決に挑戦します。昭和43年に開店したのが、この世界は市場の当て市になる、はい、市場の当て市が7月やって、はい、おばちゃんとこは5月。あ、そうですか。北川地区の市場の当て、ありがとうございます。これを見せる。インタビューに答えてくださったのは山上夫妻のお二人です。ということはだから本当47年、うん、もう来るとすぐこういう機械入れてもうすぐ始めたんですよ。うん、でもこの辺り全然こういうのやってないから、うん、もうわっと来てくれはって、はあはあはあ、うん、しばらくそういうもうバタバタの感じやったもんな。あ、まあ一番最初はね2人でやって、うん、もう品物が切れたら一応シャッターを落として、はいはい、でまた品物が下がったら、うん、シャッター開けるような状態。そうなんですね、うん、印象に残ってるパンの種類というかね、やっぱりボインパンとサラダパンやな、うち、まあ、アンパンと。それはもうずっとね、うん、最初からやってんのが、ほんでお砂糖のついたリッチパン、最初はね、もうそのくらいやってん、それ以上の品物がね、そうなんですね、もうできへんかったよ、2人でやっとる時は。手が回らんやった、ね、手が回らんかった。でもええ時代にやったよ、おばちゃんうち忙しい時やったから。あ、うん、それで子供もいっぱいやったもんな。すごくて、子供戦後のほれ、うん、私らもう間もなし戦後そこそこでね、はい、生まれて成長して結婚して、もうここで 2,3 年してから子供できたんかな。その子の子供いっぱいでしたんや、うん、それでもやっぱり忙しいことお客さん来てくれはるから、ということは助けてもとるわけですよ、うんうん。まあ、それがもうずっと変わらずあったっていう感じですか。そうそう、変わらずのもあった。開店当時の写真も見せていただきました。こういうような時代の時よ。これあの川沿い屋さん言うてね、なんか米屋さんかなんか言うてたわ。これがほらここの通りやね。あのもう散髪屋さんなんかすごかったんやから。そうそう、自転車がずらーっと並んでな、うん、散髪屋さんは40年以上の間でその街を歩いている人であったりとか、うん、街の人、お店に来る人であったりっていうのもなんか変化は感じられたりしました。どういうお客さん。ありますよ、もう人が大体ね、うん、少ない。我々 の同じぐらいの年齢の人がその当時来て、その子供を育てた、そのパターンで一緒にここパン屋も育ってきたんやからね、うん、でそこら の商店はだいぶ寂れたよね、うん、昔からしたらもう。あの私らがやりだした頃はね、あの線路のとこから、うん、商店街西の方向いたらね、あの芋の子を洗うように頭がもくもくしてて、お客あの私の友達があの平方の方で行って、たまにこんな商売したら行ったら見に遊びに来たんやけど、すごいなあそこはってその商店街言うてあったの。そのぐらい、それはここらからも行って、忍の方からも買い物来てあったからな、うん、今忍の方にも穴やって、あの漫才とかいろいろできてるから、うんうんうん、お客さんがあの拡散してるんやけど、あの辺のからでもあの昔の何やショッピングバッグみたいな引っ張ってきてはったんですよ。うん、それどんな時に要は閉店しようと思った。体力がもうねもうそれこそ朝、2時半かそこら起きて、ずっと夕方まで起きて、座るって昼飯食べに行って、ちょっと油かいて食べるぐらいでね、あとまた降りてきて、明日次はあの昼からもう明くる日の段取りをせないかんから、はい、だいたい5時か6時からまでかかりよったんやな、
もう体力の限界。14、15時間働いとった。うん、その頃。もう70も過ぎたからね。今もう私、今年の1月で75なんですよ。だけど75間近までやっとった。45年以上、47年、そうそう、ここでもう同じ生活をずっとされてきて、ね、追われて、仕事に追われてね、で、昨年の年末に、実際閉店ってことをしたじゃないですか、何年前ぐらいからもうこのタイミングだなみたいな。いや、それはね、今年の、去年の夏以降ですよ。そうなんですね、もう無理ちゃうので、こてつなってな、何にも動けんようになってからやめたら楽しいな、仕事一本でずっと来てたからな、これからもうちょっとお母ちゃんこくもせないかもしれない、やめて。まあ、家探したら、ちった、温泉でごでも思うけど、まず家がね、なかなか、帯に短し、たすきに流しでね、なかなかいいとこがないんですよ。マンションみたいなの出えねんけどな、一戸建てってそんなんじゃなくて。今月はここまで。そのもしこの次回もマーケティング感がまだまだ質問します。何にそういうレシピとかってこうなんか書面になってたりするもんなんですか。引き継ぐ人にこう持ってるべき要素、次回もご覧ください。引き継いでほしいっていうのは何かあります。